つ聞き忘れたことがある。申してみろ。コモダからどうやって助かった？あの戦場から女が運び出してくれたのだ。さらに解放まで。運の良い男め。お前や一味はどのように？逃げたんだよ。備えを済ませておけよ。済んだら墓所で会おう。あの武士が生きておるならきっと俺の弟も。先陣切って猛虎に切り込んだはず。子供だから生きて戻った。何があった？賊に襲われ食べ物を奪われたのです。米粒一つ残らず。そやつらはどこへ行った？北東の森の中へ。盗みを働いたことを後悔させてやる。殺してはなりません。賊も生きようと懸命なのです。約束はできぬ。一番手は誰だ？行け、達者でな。どうぞこちらをお受け取りください。
お侍、お頼みしたいことが。どうした？私はしがないクス氏で野営の病人を治療したいのですが、いかんせん森の中で。森には賊や猛虎がうろついておるぞ。ですからお守りくだされ。よし、わかった。なれど病とは気がかりだ。打ち勝てるものなのか？病は戦うものではなく、寄り添い初めて治すものです。病の話がまことならばすぐに立つぞ。広がる前に食い止めねば。感謝します。よく菰田から逃げ延びましたね。ユナという女子のおかげだ。俺を浜から運んだ上、手当てしてくれた。腕の良いクス氏のようで。あれほど勇ましき者は知らぬ。俺の命の恩人だ。我が母を思い出します。昔私は体が弱く丈夫になれたのは母が作った薬のおかげでした。それからクス氏を志そうと。おや、人がいるようですね。お主は下がっておれ。見てこよう。そんなものはない。さあかかってこい。このまま逃げ。うお前の噂など全て嘘なんだろう。何も言わないから、もう許してくれ。危ないところを助かりました。かような時に遠出とは。村の者が残らず病にかかって二人で逃げ出したところです。病原は悪霊です。ご先祖様を怒らせました。我らは戦わずして猛虎に食料を渡したのです。奴らが去ると皆が病に。この地は呪われています。先を行けば宿がある。休むといい。今は外にいる方が危ない。家に戻り隠れていなさい。ありがとう。悪霊がついてこないといいのですが。来い。いや、いともたやすく人を斬るとは。賊を追い返せたと申すか。賊が相手といえども堂々たる態度で丁重に頼めば、おそらくあのような連中にも通じると思うか。いえ、しかし太刀を振るう前に穏やかに収める術を試すべきではないでしょうか。合点が言った。生粋のクス氏だな。ちょっとクス氏さん、こっちに来ておくれ。慌ててどうした。何事だ。息子が毒を食べちまったようなんだよ。見せてくれ。野営を差し置くのか。手遅れになるぞ。すぐに済ませますので。仕方ない、俺も手を貸そう。感謝いたします。何を食った。食べ物なんて残っちゃいません。原因を探ってみよう。かたじけない。ただの湯だ。
カゴは空だ。藁の束。野生のキノコをかじった跡がこれだな。クス氏に知らせよう。いかがでしたか。キノコを食ったようだ。このバカ、なんてことを。空腹のあまり手を出したのだろう。水苔があれば解毒できるのですが。ここにおれ、俺が取ってこよう。苔は見つかりましたか。あったぞ。いいか、よく聞いてくれ。苔を砕き、水を少しだけ混ぜたらよく煮るんだ。それを飲ませてやれば
明日の朝には良くなるはずだから。そろそろ野営に行かねば。ええ、息子の命の恩人です。あの女の息子は百姓と同じ症状でした。体が痛み、息切れが激しく。つまり百姓の毒を畑にまかれたということか。ええ、おそらくは。軽い毒なら苔で済みますが、念のため効能の強いハンゲを取りに行きましょう。池に生えているはずです。急ぐぞ。なぜ池のそばに。ここは丁重に頼んで去ってもらうとしようか。いえいえ、あなた様にお任せいたします。加減はせんぞ。エルデイアシグラッチサモライ。こちらです。ハンゲはあったか。ええ、おかげで十分に取れました。しかしあなた様は人斬りを楽しんでいるようにお見受けするのですが。全ては民を守るためだと太刀を抜くたび自分に言い聞かせて。なるほど、失礼いたしました。病人のもとに行くぞ。野営は目の前です。大変だ、妻が息をしていない。いつから伏せておる。もう子供がうちの畑に来てからです。何か食ったか。口にできるのは井戸の水しかありません。手遅れだ、すまない。
私がもっと早く来ていれば。お主に咎はない。しかし道草を食わなければ死なせずに済んだはずです。そのおかげで救われた命もあるのだぞ。毒がゆえんであると分かることもなかった。ですが毒の出どころまでは。死んだ女が最後に口にしたのは井戸水だったな。そして病が広がったのは猛虎が去ってから。井戸に毒を仕込んだな。水とあれば病は瞬く間に広がります。治せるのか。ええ、半下さえあれば。救ってやってくれ。そういたします。あなた様がいらしてよかった。よし、ノブ。志村様は生きてる。賭けようか。死んでるなら猛虎は志村様の名前。金、材木、布を扱います。役に立ちますよ。ではまたいつでもいらっしゃってください。お前からいい匂いがする。やっぱり。ぶしつけですが、随分とお疲れのご様子。体は休めていらっしゃいます？戦が続いておるからな。確かに休めておらぬ。では日吉の湯にいる妹をお尋ねください。病にかかった時、勧められるまま湯に浸かると体に力が戻るのを感じました。それは良いことを聞いた。何があった？賊に襲われ食べ物を奪われたのです。米粒一つ残らず。そやつらはどこへ行った？北東の森の中へ。盗みを働いたことを後悔させてやる。殺してはなりません。賊も生きようと懸命なのです。約束はできぬ。
が相手だ。これ以上仲間を殺させはしない。さあ観念するんだ。米だ。盗んだものに違いない。ここへ。よくぞご無事で。取り返したぞ。お米、最後に口にしたのはいつのことだったか。盗まれたのではないのか。どうかお許しを。たばかったとは。このような時に賊に食わせてどうするのです。それに殺さぬように頼んだはず。致し方なかった。ああ、私のせいで。嘘をつかずともお主を助けておったぞ。これきりにします。信じてください。
侍、恐ろしいことです。どのムクロも血が出ておらんな。何があった？疫病でございます。井戸にムクロがあることを知らず口にしてしまったようですな。むごい死に方だ。埋めてやらねばな。病が広がるのを防ぐには燃やさねば。しかし誰かの足跡を見つけました。どうにか探さねば。任せろ。そやつは急いでここを離れ助けを求めに行ったようです。生きておればクス氏に見せるが、死んでおればムクロを燃やす。侍がいなくなった今誰が守ってくれる？せやって僧に知らせてやるか。向こうから煙が見えました。ありがとうございます。病は抑えられるのか？後ほど井戸を封じて誰も水を飲めないようにいたします。助かりました。
Тэндвэн харах үгүй. Том шонгинах шиг болсон. Юу ч алга да. Мартаа наадгаа. Явч туслая. Бич бас. Хасс, мэгч нь хоёр хугалнаа.
逃がしてやる。助かりました。さあ早く逃げよう。どうぞ何かのお役に立ててください。像は墓におるはず。
おう、来たか。それじゃあ飯をぶんどりに行くか。これで皆か。戦えるやつだけ集めた。他の連中は動けなくてな。砦を襲うには心もとない。枯れ木に満開の花を咲かせる方がたやすいかもな。七に生ありだ。七に陥らぬよう進めたいもんだな。石膏が戻った。来い。中に大勢いるぞ。櫓にはのろしつつも船の兵に加勢されては一大事だな。挟み撃ちに遭う。俺が何とかする。筒を壊したら撃ち入るんだ。失敗したら俺の仇を撃って兵糧を奪えばいい。そりゃ明暗だ。櫓から目を離すな。分かったよ。合図してやらねばな。櫓の火が見えるはずだ。頼むぞ、龍蔵。
Ready! で最後だ。食い物を探そう。いかがでしたか。ここじゃないな。ほら、食料を運ぶんだろう。食い物がねえ。櫓にもなかった。他にはないか。もうこのムクロと神の山だけだ。見せろ。お前読めるのか。干渉ならば多少はな。いつの間に。孫子を学んだ折だ。ここは中継所だったようだ。兵糧は今頃船に。船は港だ。追いつけやしない。砦は奪った。まさかお前。話を聞こうか。まずは様子を探ろう。浜に猛虎の小舟がある。猛虎の陣はまさか突っ切るとか言うなよ。固い防備に急兵か。正面からでは難しいな。仲間を敵陣に送り込むのはごめんだぞ。急兵を崖に置け。注意を引きつけた隙に船を盗もう。あの火薬に火矢を放ってはどうだ。ひととき気は引けても浜から目を離すことじゃねえな。砦のことはまだ気づかれてない。奴らは気もしない味方を待つことになる。船を盗むまで時を稼いでくれ。その後は森に逃げ込め。合図を出したら好きなだけ暴れるんだ。行くぞ。浜に降りよう。聞こえたな。行く。頭、見ててください。お前の戦い方、長尾家の刀比べを思い出した。お前は手立てを選ばん。勝負だからな。お前も本気だったろ。さてね。何が言いたい。別に、ただ思い出しただけだ。またいずれ話そう。死なずに済んだな。用意ができたようだな。松明を。頼んだぞ。さすが俺の仲間だ。あの火を見ろよ。Go!
急がねばならぬ。貝を持て。ここまでうまくいくと火に気を取られるから音を立てるなよ。食い物を探そう。ない。刀比べは煩わしかったのか。気づいてくれたか。ないな。早く言えばよかったものを。言いたくても会えなかったからな。昔の話だ。何もないな。兵糧はあったか。いや、隣の船か。聞こえたか。4人、5人はいる。逃げ場はないな。戦うぞ。てめえら、いい船だな。さあ急ぐぞ。お前は仲間に渡した。どうしよう、どうしよう。ヤツとステイ。どうしよう。相変わらずいい腕だな。お前もなまってはいないようだ。新手が来た。殺せ。次の船にあるはずだ。俺が行こう。ここは任せる。流行るなよ。Hüpp!